スの穀倉地帯として知られるボース地方の中心地です。麦畑が広がる牧歌的な風光の中に、周囲を圧倒するようにそびえ立つ大伽藍の姿は巡礼のみならず多くの観光客を引きつけておりますが、このシャルトル大聖堂は聖母信仰がピークを迎えた11世紀に建てられたものです。1194年の大火災により、当初のロマネスク様式の聖堂はそのほとんどが灰となりましたが、その後25年というスピードで再建されました。左右2本の先頭の形が違うのが特徴です。はい、ゴシック様式、どちらがゴシック様式、どちらかがロマネスク様式。